斉藤さん、そんな中でライゾマさんの方では新しい新プラットフォームをちょっとうちが、ステイング東京っていうオンラインイベントを今やってるんですけど、これは実験的に始めたんで、特には課金はしてないんですけど、まあ、この中でいろんな人とまあ、ゲストの方とかとこうディスカッションしていく中で、実はなんかやっぱりまあさっきおっしゃったみたいに、イベントができなくなったからなんかやれる方法がないかとかいうので作ったのが、まあ、これ今仮ですごい長いネーミングなんですけど、ソーシャルディスタンシングコミュニケーションプラットフォームっていうのを作ってて、何やってるかっていうと、ちょっとまあメタバース的な、それこそ VR チャットとか、まあ、いろんなサービスしたいんですけど、まあ、そういう VR とかになると結構機材が必要でとか環境が必要でになるし、で、そこではなくて、ズームだとやっぱりこう対面に、なかなかならないので、要は、例えば、まあ、僕なんか想像してたのが、例えばフジロックみたいにステージが A ステージ、B ステージ、C ステージがあって、で、そうなった時にみんながじゃあ A 聞き行くやつ、A と B の間にいて、そこでチャットするやつ、みたいな、そういうものができないかなと思って、ちょっと突貫で3週間ぐらいかけて作ってたんですけど、まあ、距離によってボリュームが変わるとか。で、あとは、まあ、これで、ここに、数字が出てるのは、この距離で、この人とのボリュームになる。まあ、距離イコールボリュームになるんですけど、そういうのを作ったり、まあ、エモートやったり、あとは、まあ、こういうライブ配信みんなで見たり、もしくは DJ プレイのところ見たり、もしてますし、あとは、まあ、さっきの VIP をちょっとテストしていて、VIP の方は、まあ、アイコンがでかいとか、もしくは違うファンクションがついてるとかっていうのも、やっていて、で、これ、まあ、ちょっと作りながら、毎回、さっきの、金曜日のイベントでいろんな方に使ってもらいながら、例えば、じゃあ、これで学校の、なんか授業やってみたいっていう人に、こういう学校の、背景渡して、やってみたりとか、まあ、チャット機能追加しようとか、っていうこともやってますし、あとは、まあ、バグ報告とか、あと招待とかもできるんですけど、あとは、まあ、もちろんスクリーンシェアみたいなこともできて、で、僕らとしては、まあ、止まっちゃったコミュニケーションというか、ライブの良さと、あと、なんか、特に学校の方々からいろんな、こう、反響をいただくのは、面白かったのが、先生と、ズーム授業だと先生と生徒で、生徒は今まで、まあ、居眠りとかしてたやつが居眠りできなくなっちゃって、で、あとはじゃあ先生が何言ってんのかっていうのは分かんないときに、ちょっとこそこそ話で横で聞いたりっていうのができないのが、これ、まあ、例えば今ここにいる方と、例えば先生の話、ちょっとボリュームオフして、まあ、要は、距離を空けて、他の人と横で話すとか、そういう、まあ、もう少し、VR まではいかないんだけど、もしくはズームほど、なんていうんですかね、単純にチャットできる、こうやって、オンラインでトークできるだけではなく、その中間みたいのが、なんかこう、ポテンシャルがあるんじゃないかっていうので、まあ、うちのいいところって、まあ、企画して、実装すると、いうので、まあ、主体になったのがうちの真鍋と、あと、カエル君っていう、アーティストの子を一番最初、それを企画というか言い出して、で、もう全員野球のように、まあ、うちの社員、ブワー作って、今、こういうものを作っているような状態なんですね。で、なんかまあ、クリエイティブ系の人たちで、そういう、まあ今、イベントでどうしても実空間でなんか体験できないときに、なんかこう、こういうツール、新しいツールとか、で、結局なんかこう、授業もできないとか、まあこう、今、私立だとでき始めてますが、公立ができないとか、あとは会社説明会ができないとか、まあもちろん、さっき古市さんもおっしゃってたみたいに、まあカンファレンスも、まあだいぶ移行しましたが、カンファレンスもできないとか、あとは DJ イベントもなかなかできない。まあ一人の DJ がやるのはできるけど、じゃあ二人でステージ組んでやるみたいなことができなかったのを、なんかうちみたいなところが、こうやってこう、新しい、可能性を掘っていくみたいのをやろうと思って、今ご紹介したみたいなプラットフォームを今作っております。です。ぜひ、なんか、これ、今、ベータ版でいろいろテストをしていて、例えば、まあ、これから、じゃあ最終的に、VR でも体験できるものもできそうだねとか、あとは、今まだスマホに対応してないんですけど、まあ、スマートフォンの方もこれから、対応できるようにしようとか、だから、こう、なんていうんですかね、こう、どうしても、あ、このプラットフォームがあるからそれ使おうっていうわけではなく、多分皆さんからアイディアもらいながら、もしくはこういうリクエストもらいながら、開発をするっていうのが、ちょっともうどこが出口かわからないんで、例えば古市さんだったら古市さんの使い方でこういう機能を追加してほしいとか、まあ堀江さんおっしゃったみたいに VVIP とか VIP の扱いもこの中に反映できるようなプラットフォームを作ってほしいとかっていうのを結構対話型で、今作っているところでございます。はい。ぜひ使い、今チャンスじゃないですか。なんかちょっと前までってなんか一定数そのデジタルアレルギーがある方たちがいて、ちょっと新しいプラットフォームを頼もうとすると、いやちょっとそれできませんってなるんです。今結構何でも許されて受け入れられる風潮あるので、今試したいですよね、全部。そうですね。本当に。だいぶ変わってきたのが、結構まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、大企業さんはなんかこう、セキュリティ的にタイプもダメとか、うん、であとは国の会議とかもそれじゃダメっていうのが、なんかまあ、あそこでも結局、重要なことを話すのって、帰りの廊下だったり、するじゃないですか。はい、例えば、早く着いちゃって、そこで立ち話するとか。はい、なんかそういうのも含みでできるようなプラットフォームっていうのが、その今ご紹介した、まあ、機能にどんどんその追加しながら作っているっていう感じですね。すごい。結構悩んでたのがイベントである意外性を、なんか偶然の出会い的なのをオンラインでやるのすごい難しいなって思ってたんですけど、今のとかできそうな。そうですね。うん、結構面白いのが、こう、来てる人がどこにいるか分かるっていう。うん、で、本当に、例えば、まあ、この、三田さんっていうスタイリストの方ですけど、あ、三田さん来たみたいなので、みんな周りばー寄ってって、で、そこで会話をして、あ、来たら違うところにと、いうようなこともできるんで、まあ、例えばね、古市さんとかやられているイベントだと、まあ、ビジネス系のフォーラムでも、あ、なんかここに行けば誰かと会えるみたいなのがあると思うんですけど、あります。でどうしても人数多くなると YouTube ライブで配信しちゃったりになるのをもう少し個人が見える形で作れないかなと思って、うんうん、まあ、パッケージングされてるそのものをプラットフォームを作りたいというよりはこう競争型で作っていきたいっていうので今こういうのをやってますね。うんうん、それこそ堀江サロンとかもこれ堀江さん良さそうじゃないですか。なんか後の懇親会みたいな。僕、本気でたくないんですよね。そうです。何ですか、懇親会は置いといて、なんかこう、裏話をする、まあその、実際に集まれないけど、ズームみたいにこう1対無限大なのか、1対10なのか、300なのか、よりはもう少し、その個人個人がそこでチャットできるんで、まあ、ズームでもね、こう、ターゲットを設定すれば、文字のチャットはできると思うんですけど、要は横でも話ができるっていうことですね。だから、堀江さん嫌いかもしれないですけど、懇親会とかにはすごい向いてるかもしれないですね。まあでもね、こう、世界的に言うと、今、例えばフォートナイトみたいなゲームのプラットフォームで、ライブイベントやったりとかっていうのがあるんで、まあそういうその既存のツールをうまく使うっていうのはありだと思いますよ。うん、Zoom に関して言っても、実はうちのオンラインサロンって Zoom すっげえ前から使ってるんですよ、みんなが。なぜなら、割とこう、世界中に会員がいるんで、そのリアルイベントで集まれない人たちって結構いたみたいで、僕は使ったことなかったんですけど、その会員同士のズーム飲みとか、ズーム会議とか、ズームイベントとか、結構やってるんですよ。ずっとやってたんですよ、彼らは、実は。だから、あ、すごいなと思って、まあ、だから今すごくこううちのサロンはオンラインが中心になっても、まあ、割と平常運転してるなという印象で、まあ、既存のツール使うだけでもそういうことは結構できるんじゃないかな。そうですね。なんかこう要望、まあ、その中でこうかゆいところに手が届かないところを、まあ、対話型で作っていこうっていうのが。まあなんか僕なんかみたいなそのイベントもやりながらこうデジタルも扱える人たちの一歩、まあ、使命じゃないけど、まあ、ビジネスチャンスでもあるのかなと思って、結構そういう作り方をまあうちなりにしてると感じですね。なんかほらせっかくだからなんか新しいデバイスとかも作ってほしいですけどね。さっきの動き回るやつのね、もうちょっと簡易なの多分1万個で、そうなんかね、なんかポットみたいになって、はい、夫がなんかこう連結できるとかわかんないけどいやなんか今スポーツ観戦とかもその、まあ、今後無観客でやるのか、まあ、さっきおっしゃってたみたいに、観客はもう歩いてソーシャルディスタンシング取りながらやるのかってあるんですけど、はい、やっぱりねテレビと同じで一方向から見るんではなくてマルチアングルでやりたいとか、うちも他のところで作ってもう空間全体まるっとスキャンしてでそこで視点が動かせるようになるとか、あとは千里眼的にその中にいる人の目に入って、うんその人の視点で動いてもらうとか、なんかそういうのもインストールはできてくるのかなと思ってますね。スポーツ観戦に関してすごく言いたいことがあって、実は去年のラグビーワールドカップの時にドコモが 5G 使ってパブリックビューイングの実験をやってたんですよ。はい、で僕はそこのパブリックビューイング会場には行かなかったんですけど、話を聞く限りものすごく臨場感があるらしいんですね。うん、要はだから 5G 回線になって、まあ、本当に4K とか 8K とかで映像が伝送されてきて、しかもものすごいでっかいスクリーンにそれが映し出されるとまるで会場にいるぐらいの臨場感が得られる、まあ、サウンドのシステムとかもいいの入れとけば、なんかその会場にわざわざ混雑しながら行かなくても、なんか暑かったりとか寒かったりすることもなくパブリックビューイング会場にいる人たちと交流もできて、うん、一緒に盛り上がれて意外と良かったっていう話が多かったんですよ。でそれをすごくやっぱ映像が綺麗になればなるほど、そのパブリックビューイングの、クオリティ多分上がると思うんで、だもしかするとそのスポーツイベントもそういったその50人100人ぐらいのいろんな各地でパブリックビューイングをするみたいなものの方が、しかもそこには飲食もあって、そのご飯とか食べながらトイレとかも別に並ぶことなくぬくぬくと室内で楽しめるっていうような環境というのが、その辺結構核になってくるのかなっていう。でもっとリッチな人たちは自宅にいてもそれができるうん、うん、で実際スタジアムに行って思うのはなんかプレーとか点でしか見えないじゃないですかそうですね、雰囲気ですよねなんかどっちかっていうと僕、例えば野球を神宮球場に見に行くとかってもう夏場にビール飲みに行ってる、居酒屋神宮球場みたいなノリで行ってるだけなんで、まあ野球の試合はつまみみたいなもんだって言ってるんですけど、それ言うとパブリックビューイングでもあんまり変わんねえのかなっていう気はすごいするんです、うん、そうなるとじゃあパブリックビューイングの場所でさっきも話に出たじゃあ100人だったら100人セキュアな状態で会場を分散して作っていくってことですもんね。